ありがとうございます。睡眠分けてそれは無理。ひなも今ギリギリの睡眠だから、分けられるほどの余裕の睡眠をしてない。こんにちは。レインボースターありがとうございます。あーなんかね、今日は夢見たんだよな。なんか NCT メンバー全員出てきた夢だった。でも思い出せない。NCT メンバーが全員出てきたのは覚えてる。こんにちは。疲れてるから浅い眠りだったのかも。あーそうなんかな。めっちゃ夢見た本当に。そうだよね、夢見るときって浅い眠りだもんね。くしゃみです。こんにちは。ちっちゃいもんまい食べたい。嬉しい。ぜひぜひ。こんにちは。ぼーっとしちゃう。深いでは？え？夢見るときって深い夢だっけ？浅い夢じゃない？夢見るときって浅い眠りのときじゃないっけ？深い眠りについてるときって夢見ないよね。逆だっけ？逆でしたっけ？違うよね。浅い夢だから、浅く寝てるから。そうだよね。漢字読み間違えてた、ひな。気づかなかった。あ、でも浅い夢の時、浅い眠りの時が夢見る時でし
浅い眠りの時が夢見る時だよね。こんにちは。バンダイのお店で、そうなんですよ。バンダイのお店で、そう、今ちっちゃいもんまいを食べれることができるんですよ。皆さんぜひ食べに来てください。足を運んでみてください。マジで美味しいから。ごめん。ハートありがとうございます。こんにちは。明日か明後日行くって、お、嬉しい、ありがとうございます。コンサートの昼公演と夜公演の間食べ行く。お、やったー。ねえ、やっぱコンサートの時に一緒に、ぜひぜひ。コンサートの日に間に合わせてくださった。そうなんですよ。これからコンサートがあって、ファンの方がねたくさん新潟に来るので、その時に食べていただけるようにコンサートに間に合わせたるようにしたんですけど、私たちもめっちゃ急いで急いでポップ作りとかして、そう、頑張ってポップもみんなで作ったので、ぜひお店にあるねポップとかも見てくれたら嬉しいなと思います。こんにちは。こんにちは。コンサートとの時めっちゃ混みそう。確かにめっちゃ混みそう。皆さんぜひぜひぜひ、こんね、嬉しい。でも混んでいただけたら嬉しくないですか。嬉しいです、めっちゃ。こちらはみんなで1からというか0から作ったので、ぜひ食べてくれたら嬉しいです。生写真届いてた。嬉しい。ひまわりのやつ。嬉しい。ありがとうございます。農業してて何が一番大変だった？立ったり座ったり。立ったり、声やばい。立ったり座ったり。するのがやっぱ腰にきますね。楽しいけど楽しいけど、これをこういつも限られた人数でやってるってすごい大変だなってめっちゃ思った。
お化けのギフトありがとうございます。そうだね、あのつなぎってもらえたの？うん、みんなで選んだよ。みんなで選びました。本当は最初はまあ各メンバーの色のつなぎにしようと思ったんだけど、まあさすがにド派手だし、あれがすごいおしゃれだなってなって、あそこにバンダナと名札つけてちっちゃい門館を出そうっていう感じで、そうみんなで選びました。こんにちは。あのつなぎに合ってた。嬉しい嬉しい。でもなんか冬、去年の冬ね、もう去年の冬、秋ぐらいの時期、冬の時期ぐらいの写真見ると、あのつなぎの下にパーカー着てやってるんですよ。あ、昨日公式ツイッターで出されてた写真とか、下にパーカー着てるんですけど、めっちゃベイマックスみたいじゃない？めっちゃパンパンなのよ、もうめっちゃベイマックス。やっぱ寒かったから、あのつなぎだけじゃ、下にパーカー着てやってたんだけど、めっちゃベイマックス。こんにちは。そう、モコモコしてたでしょ。めっちゃベイマックスなのよ。めっちゃベイマックスなのよ。めっちゃベイマックス。やばいやばい、タブレットが倒れる。なんか、リップの内側が取れる。なんか虫が出て大騒ぎとかならなかった。でもやっぱりじゃがいもとかさつまいも掘りは結構ミミズとかいろいろ出てきて気持ち悪かったです。こんにちは。なんか幼虫とかね、あとなんかハサミムシとか、めっちゃ出てくる。
でも手袋つけてるからあんまり怖くなかった。ひな本当に素手だと無理だけど、素手だと無理だけど手袋していれば意外といける。そう、手袋ありならいけた。カエルも触れた。素手だとカエルも触りたくないけど、手袋ありだったら普通に意外と触れました、いろんなものを。うん、意外と。柴田雪積もったりしたかな。したしたした、もちろんもちろんしましたよ。そう、手袋だからね、今度から虫いたら手袋でなんか対峙できるかも。子供の時も苦手。うん、子供の時は虫全然苦手じゃなかった。大人になってから苦手になった。謎だよね。昔触りすぎて嫌いになっちゃったのかな。バッタにはあんまり出会わなかったかな。バッタにはあんまり出会わなかった気がする。うん、ミミズに一番出会った。ミミズに一番出会いました。ハサミムシ。収穫の時期だとバッタやトンボが、あーでもトンボはめっちゃいた。トンボはめっちゃ稲刈りの時めっちゃトンボいた。めっちゃみんなの体にトンボ止まってた。うん、めっちゃトンボいました。公式のツイートに載ってたエヒの写真は何持ってんのか。種ですね、種。種です、種。もう種っていうか苗。そうですね。種すごい。機械であれができていくんですよ。ビーって流れてくるの。それをこう重ねていくんですよ。結構なんか水分も土に含まれてるから重くて、結構簡単そうに見えてめっちゃ難しかった。めっちゃきつかった。土に土
に水が含まれてたからすごいね、手が痛くなりました。何回もずっと同じこと繰り返し繰り返し持って重ねて持って重ねて繰り返しました。わけのギフトありがとうございます。本当にガチなんだね、一部だけではなく。そうです、今回の私たちちっちゃいもんクラブはちょっと稲刈りしてみましたとかそういうことじゃなくて、ガチで本気でゼロから全てに私たちの手を加えて作ったお米なので、なんかそこだけ勘違いしないでほしい。なんかまああるじゃないですか、よくちょっとお米作りましたって言ってこう、まあ田植えと稲刈りだけみたいな、そうじゃなくて本当に全ての行動を全部一緒に手伝わせていただいたので、私たちちっちゃいもんクラブが全ての行動を手伝わせていただきました。そう、ゼロからちょっと稲刈りだけ手伝いました、ちょっと田植えだけ手伝いましたっていうことじゃなくて、全部ガチで本気でゼロから一緒に私たちがお手伝いさせていただきました。本当にもう全てのお掃除からも、そのまずこの種をやる前にまずビニールハウスの中のお掃除をしなきゃいけなかった。それも全部一緒に手伝いました。全部そのビニールハウスのお掃除をするのもそうだし、そこからビニールハウスきれいにしてからやっとこの種の準備ができる。種をこのビニールハウスの中で育てるんですよ。そう、そこからやって、でこのビニールハウスにこの種を並べるのもみんなで何回も往復してやったりとか、そうだから本当になんかちょっとやるところをペペってお手伝いさせていただいたわけじゃなくて、もう全ての行動をちゃんと私たちが一緒に協力ではないな、なんて言うんだろう、お手伝いさせていただいたっていう感じです。うん、本当にだからなんかペペってやったいつものあれでしょみたいな思わないでほしい。いつものっていうか、まあやっぱりこうアイドルが農業してみましたって言ったらさ、あーなんかいつものちょっと田舎で田植えだけちょっと手伝った感じねって思うかもしれないんですけど、もう全くそうではなくて、本当に全ての行動をそのお米にまず何なんて言えばいいの、本当にもう全くの全ての行動を一緒にさせていただきました。いちご新選組さんにね、協力していただいて手伝いさせていただきました。そうだから、そこだけそう、私たちは本当にガチでゼロからやったんだよっていうのを伝えたい。こんにちは。そうじゃがいもも、なんかめっちゃ臭いのを我慢しながらみんなで大きさのやつをカゴに分けたり、あれめっちゃおもろかったもんね。なんか222で
こうペアで分かれてやっていくんだけど、一番最後にいる人のところにみんな臭いものを回すんですよめっちゃおもろくない？それで最後の2人が臭って言いながら違いも選別するあ、じゃがいもが臭いわけじゃなくて、こうちょっとこう何、ちょっとこう熟しちゃったじゃがいもとかがたまに入ってるんですよ。たまに混ざっちゃってて、それがすごいね臭いんですよそう、じゃがいもが臭いわけじゃないよ。そう、そう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 、だからもう前の人からちゃんとやってってみんなわ先生嬉しい。そう、腐ったじゃがいもって臭いよね。そうなんですよ、腐ったじゃがいもってめっちゃ臭いんですよ。めっちゃ臭くて、本当にみんなで頑張って選別しました。じゃがいもの選別っていうの、大きさとか分けたり、そう本当に臭いんですよ。臭くて、やばい、めっちゃお腹鳴った。本当になんかちょっと手伝わせていただいたってことじゃなくて、本当にゼロから全て一緒にお手伝いさせていただいたっていう感じです。ぜひ皆さんバンダイで食べれますので、ぜひぜひ足を運んで食べてくださったら嬉しいなと思います。ということで、ここら辺でこの配信は終わりにしたいと思います。ランキング読みます。あー、お腹すいた。13位犬さん、ありがとうございます。12位たけるんさん、ありがとうございます。11位ととちゃんさん、ありがとうございます。10位ゆうとさん、ありがとうございます。9位ましおさん、ありがとうございます。あれ、なんか考え中になっちゃった。え、これみんな今見えてる？あ、ちょっと、8位見えてるのかな、これ今見えてるか。8位、え、9位まで言ったよね今。8位 K1 さん、ありがとうございます。7位ゴリポンさん、ありがとうございます。6位ゆかこさん、ありがとうございます。5位アンドゥさん、ありがとうございます。4位ヤマさん、ありがとうございます。3位、ヤッキーさん、ありがとうございます。2位サバサンドさん、ありがとうございます。第1位ワークンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでこの配信はこれで終わりにしたいと思います。皆さん今日も一日頑張りましょう。また夜配信できたらします。ありがとうございました。おやすみなさい、いってらっしゃい、またね。ありがとうございました。バイバーイ。